はい、皆さんこんにちは、マンダルグルビーチです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジ逆襲のシャアアムロ編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はサイド4に展開していた反地球連邦組織、これの鎮圧を行いました。今回はですね、暗礁中域に展開している同じく反連邦組織、これを鎮圧していきたいと思います。早速プレイしていきましょう。前回と同様にですね、アムロの離岸水、あるいは母艦となっているクラップ級、これが撃破されてしまった時点でゲームオーバーということになりますので、そこを食らわないようにね、最新の注意は払っていきたいというふうに思います。あとは歴史介入させているバナージのユニコーンですけど、これは近い将来、できるだけ早いタイミングで、アムロに乗り換えてもらいたいなというふうに思っています。あとはね、なんといっても、この未来さんもそうですが、ホワイトベース隊、これの活躍に、すべてがかかっていると言ってもいいと思いますので、まあ、しっかりね、機能するように、頑張っていきたいと思います。では戦闘開始です。ここはアムロがちょっと前回の戦いで削られてしまった状態で、前面に出てしまいましたね。ちょっと心配な点にはなりました。まあ、アムロなのでね、うまく切り抜けてくれればいいんですけど、格闘を食らったりするとまずいかな。しかもここは前衛リガ髄バックウェポンシステムつけてる状態なので、反撃ができないっていうのも痛いですね。まあ、ただ、さすがはアム。しっかり切り抜けてくれています。バナージのユニコーンは改造を一部行っているんですけども、やっぱりエネルギーの消耗がね、激しいですね。ここも今、アムロ危なかったですよね。未確認の情報ですが、優秀なパイロットを抱える反連邦組織が存在するようです。くれぐれご注意ください。さて、敵のリーダー格に注意せよ。ミリアーがいますね。しかもニュータイプのはずなので、まあ、危険は危険ですね。モビルスーツはリゲル軍になってます。アムロは一度下げましょう。ここでアムロがやられるわけにはもちろんいかないですからね。さあ、では敵相当していきましょう。このイリアに関しては、まあ、ちょっともったいない感はありますが、バナージで攻撃仕掛けていきます。で、撃破されたくないのが、この、リュウ、グラウボ、ジョブジョン、ジェガン D なので、これは大事に使っていきます。隊列をジェガンにして、戦闘を、もしね、反撃食らっても耐えられるような編成にしておきましょうか。あとはリックディアスに乗ってるカイとハヤト、これもね、ちょっと敵次第ではまずいかなという感じはしますよね。ここはジム3を盾に使っていきましょう。戦力がちょっとずつ乏しくなってきているので、妖精でジェガン妖精だけ入れておきます。3機3ユニットかな、3ユニットほどジェガンを妖精。しっかり撃破進んでいます。ここバナージのユニコーンがリゲルグのイリアを撃破できるかどうかですね。もうこれ以上攻撃続行するのはユニコーンはエネルギー的に無理だと思うので、これが最後の攻撃だと思います。ちょっと物足りないかな。代わりにリックディアスが奮闘してくれましたね。先行のハサウェイはね、本当にいつ公開されるのか気になるところですけどね。まだ公開日、新しい公開日って言った方がいいのかな、発表はされてなかったかなと思うんですけど、
ここはイリアに格闘を返されて、ジェガンが切られる。強い。まさかイリアにジェガンが3機もやられたか。さすがだな。今ね、格闘戦戦えるユニット、まともに、このイリアド、リゲルクと戦えるのは、まあ、おそらく、ユニコーンぐらいしかいないと思うんですよね。ここで竜、グラブをジョブジョンが攻撃の対象になってしまいましたね。どうだろう、残ってくれればいいんだけどな。なんか危なそうな気配だな。切られた。竜かな。竜のジェガンがやられましたね。まあ、貴重な D 型ユニットだったんで、まあ残念ですけど。そしたら、リガズイを養成しますか？これは竜のための機体ですね。まあジェガンに竜を乗せるのは少しもったいないというところもありますので。現状まだユニコーンガンダムにアムロを乗り換える、乗せ替えることができないので、本当だったらね、このユニコーンにアムロを乗せて、性能を十分に発揮してもらいたいところなんですけどね。いや、このリゲルグのイリア本当に強いな。これバナージでも倒せなそうですね。いや、格闘が一発も入ってないからな。まあ、つくづく思うのは、これ、バナージュを入れてなかったら、クリア不可能だったかもしれない、そういうマップになってきましたね、ここは。はい。ここはバナージュのユニコーンを全員に出して、ビッグディアス、カイト、ハヤト、編成に組み込んで撃破完了しています。まあ、今回の損害は、竜の、ジェガン D ですね。まあ、これ代わりに、リガズイに乗ってもらいましょう。スイートウォーターは同じ反連邦組織のエグマと接触を図っていたことが分かりました。至急現地へ赴き実態を調査せよとの指令が出ています。厄介だな。コロニーへ艦を入れるのは反対なんだが。さあ、いよいよスイートウォーターというキーワード出てきましたね。シャアが拠点としているコロニーです。では、スイートウォーターに早速、艦を進めていきましょう。所属名機の出現、こちらに接近してきます。モビルスーツ隊は、所属不明機を迎撃してください。次のミッションです。所属不明機の迎撃。スイートウォーター周辺に出現した所属不明機を迎撃してください。勝利条件、敗北条件、同じですね。アムロの蒸気、リガズイ。もしくは母艦のクラップ級が撃破されると敗北。さてさて、ここはドライ戦かな、この機影。注意は必要になるかなと思います。ここもやっぱりダメージを受けないように気をつけなきゃいけないですね。現状の戦力ですが、リガズイが一応機数は4機になってます。まあ、ただし、竜は撃破されたばかりで負傷になっているので、まだリガズイに乗れていないので、リガズイ4機編成なんですが、パイロットが乗っているのは3機ですね。ここはガルス J まで含めて全滅させたいですね、ここで。逆に切られるか。まあ、残念ながらジェガンで、その傑作機という位置づけになってますけども、ゲーム上ではやっぱりジムみたいなやられ役、にはなってしまいますからね。まあ、消耗にはなると思います。うん。ハヤトの、リックディアスもやられた。さすがにリックディアスがきつくなってきてるのかな。要請しましょう。ハヤトにもここは、リガ髄を支給しましょう。まあ、基本的に、一年戦争のホワイトベース隊は、ジェガン D、蒸気が撃破されたら、そのタイミングで、速やかに、リガ水へと
乗り換えていってもらいましょうか。さすがは超級ベリーハードというだけあって、一筋縄ではいかないですね、この序盤ですら。まあ、そういう意味ではこのバナージユニコーンを歴史回遊させて正解でしたね。まあ、この後しっかり戦い抜いていくためには、まあ、アムロのレベリングは自動で進んでいくようなものだと思うんですけど、竜やセイラさん、まあ、こういうね、一年戦争のホワイトベース隊のパイロットのキャラクターたちをいかにレベリングできるかっていうのがかかってくると思いますので、まあ、しっかりね、レベリングして活躍できるエースへと進化を遂げてもらいたいと思います。はい。所属不明機迎撃完了。これによって発言力5000獲得してますが、スイートウォーターのコロニー住民の攻撃を受けて、少し発言力がとどまっているということになっているようです。軍司令部より通信です。回線を回します。一体どういうつもりかね。難民を刺激するようなことをしよって、我々が世論を押さえつけるのにどれだけ苦労しているか知っているだろう。申し訳ありません。隊長である自分のミスです。当然だ。報告書にはそう書いてもらう。まったく、一年戦争の英雄が聞いて呆れる。これ以上君たちがそこに留まると反連邦の世論を抑えきれなくなる。早々にロンデリオンへ帰還したまえ。了解しました。大変です。こちらに接近してくる敵兵を捕らえました。先ほど仕掛けてきた機体と一致します。また来た。やはりネオジオンが関係しているのか。モビルスーツ隊は敵部隊の接近を防いでください。了解。モビルスーツ部隊発進用意。はい。まあ、いざこざありましたが、さらに敵強襲部隊接近中ということで、これの迎撃ミッションを発生しています。勝利条件、敗北条件は同じです。アムロの蒸気リガ髄の撃墜、あるいは母艦クラップ級が撃破されると敗北ということになりますので、まあ、引き続き注意を払っていきましょう。要請は、どうだろう。モビルスーツ、リガ髄、要請しておきたいけど、まずはジェイガンだな。ここに来てやっぱり消耗が進んできてますからね。1ターンで要請が完了する。リガ髄に関しては早めにね。ジェイガンに関しては早めに。要請しちゃいましょう。大事に使ってきたジェガン D が少しずつ消耗してきているっていうのは重く受け止めておく必要ありますからね。まあ、ここからは本当に一気も撃破されないっていう気持ちでやっていきましょう。という話をしている花から撃破されてしまいましたね。ジャムオフィンはこの状態だったら格闘を入れては来ないので、やっぱり先制攻撃当てておきたかったんですが、撃墜はできませんでした。スレッガーさんが少し削られています。ここは、むちゃくちゃ削られたな。これ以上ジェガンを失いたくない。リュウアズイにはリュウを乗せます。ハヤトももういけますね。となれば戦略メニューから、要請、モビルスーツ、リガ髄、これ要請します。これはハヤト用のリガ髄ですね。隊列はやっぱりジェガン、ユニコーンを前に出して、ジェガン D 型、これは後ろに下げておきましょう。これでジャムルフィン3機撃破したいところですよね。スレッガーさんがちょっと危ないな、よく見たら。スレッガーさんがやられると、まあ、高コスト機であるリガ髄が失われてしまうので、次のターン確実にスレッガーのリガ髄はクラップに、あるいはラーカイラムに下げましょう。よし、ジャムルフィンここで2機葬り去りましたね。ダニーだけ完全に残ってるな。ここは、フラウボーは残ってくれましたね。
ミラーさんのラーカイラム、どうだろう、半分以上削られてるので、これもしっかり下げておく必要がありそうです。ブラウボーはもう本当に瀕死だな。あとは、スレッガーさん。これも下げます。で、リガ髄にはハヤトを乗せましょう。残っている敵、画像部。これが3機と、あとは、完全に残ってしまっているのが、このダニーですね。ジャムルフィン。これを撃破したいので、バナージもちょっと減ってる。まあ、撃破されることはないですが、まあ、回復しておきましょう。アムロ、セーラ、リュウ。この3人で。まずは、危険なジャムルフィン撃破しちゃいます。で、カイを入れて、ジェガンとジムとリックディアスで、この画像の撃破を狙いましょう。これで仕留め切りたいですよね。ハヤトも入れて、オースタックもリガ髄。これなかなか見ない編成ですよね。あとは護衛をどうつけるかな。一応ジェガンで攻撃仕掛けて、ジェガン返り討ちっていうのは嫌なので、このまま行きましょうか。ジャムルフィンが今、モビルアーマー形態なので、この状態だったらでも逆に格闘を食らうことはないので、攻撃仕掛けちゃいましょう。確実に切り取りたいですね、ここは。未来さんが、まずは画像の一機を撃破。ここはカイ。しっかり撃破してくれましたね。そして鬼門のダニーのジャムルフィン。支援攻撃をしっかり当てて、あとは格闘がどれくらい入るかですけどね。射撃戦で、まずはジェガンを一気失ってしまいましたね。そして格闘を入れられずに終了。パイロット乗りには、パイロット乗りを当てないと格闘はなかなか入らないですね。ここは、壮観ですね。リガ髄の5スタック。これでダニーのジャムルフィンを撃破、撃墜、完了です。直ちに帰還してください。何かあったのか。妙な影を捉えました。艦隊のようです。偵察してきたい。出られるか。はい、くれぐれもお気をつけて。さて、シャアの艦隊、これが現れたと見て良さそうですよね。正体不明艦がモビルスーツを射出しました。新型のようです。注意してください。シャア、やはり生きていたのか。ふん、かまんごとき女にこの命触れてやるわけにはいかんのでな。よく言う。シャアと接触せよ。次のミッション出ましたね。はい、では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、シャアのササビーに接触していきたいと思います。